皆さんおはようございます。衆議院議員の原塚次郎です。この後今期最後の状況ですね。9日には解散ということで、原口園芸、これ甲子さんですね。昨日愛媛愛をやったんで、だいぶ元気になってくれるといいなと思うんですね。この子もだいぶもう年齢的にはですね、10年以上経ってるんでですね。でちょっと羽田百姓ずっと回ってみます。ドンファン元気ですね。これアジサイももうちょっと夏のあれを頑張ってきましたね。ドンファンさん、これも剪定してあげないといけないですね。でこっちもこれ氷川公園にあるのと同じやつなんですね。あんなとこまで行ってます。それとすごいのはこのキュウイ君、そしてじゃん、そうです、スイフヨウです。スイフヨウが咲いてます。スイフヨウ君もね、久保田の中野さんからもらったやつがこんなに、これ夕方にはね、華麗なる人がお酒飲んだみたいに紅色になるんですよね。すごい。あ、みかんも剪定してあげないといけない。もうやっぱり選挙になるとこうやって何でも滞ってきます。これミニバラ100円で買ったやつですね。でこの辺がラックスのはずです。ラナンキュラスラックス、ほらラックス、ラックスのこれよく1年持ちましたね。ラックスがもうじき生えてくるはずです。で、お、僕の好きなアイスクリームじゃなくて、なんだっけ、いつも君に名前忘れる、ストロベリーアイス、ストロベリーアイス。でこの辺もだいぶ、君たちも夏大変だったね、剪定できなくてごめんね。ブルーベリー、もう時間がないんでさっと行ってみましょう。どうなってるか。ラックスのとこはちょっと草を払っとかんって感じです。いや、まあこれ6万円かけただけのことはある。これキュウイ君ね、このビワ君にのしかかってたのがお互いにハッピーよね。鉄棒、うちの長女がすごい、もう1時間でもやれる鉄棒。あの人たちの運動神経僕らとちょっと違うんですよね。君たちも夏の暑さに耐えたね、頑張った。うわ、ほらなんじゃ、巨大化しております。あら、やっぱりうちはピエルドロンサールが下手なんだよね。お、ハイビスカス、ここはラックスですね。なでしこ、なでしこくんもラックスくん出てないですね。草が出とる、草が、ラックスまだ出とらず。おお、え、君朝鮮朝顔もしかして、この伸び方は種があったか。まき綺麗だから許すか。で君たちも頑張ったな。このクレマチスですね、クレマチスくんも切ってあげないと。お、やった、レモン、レモン持ってきましょう。レモン東京に持ってくぞ。でこれも随分剪定してあげました。このブルーベリーくんですね。じゃあ、うお、しばらく行ってない間にジャングル化しとる。いけんやっか、こっからニョロニョロゾーン、やばし。うわ、ジャングル化しとる。
君も綺麗ね。これプリンセスモナコさんでしょ。ああ、そうか。この倉庫を動かすって動かさなかったんだ。ニョロニョロゾーン危険。お、宇竹くん頑張っとるが花が小ぶりやね。切ってやるんとな。小ぶりです。これで、あの愛媛愛の効果が出ると思いますね。とんがらしくん、お、今日の応援だ。くーちゃん、くーちゃん嫌いな人いますもんね。僕は大丈夫。蛇が嫌い。あら、うう、さて、もうジャングル化しとるばい。わあ、クリスマスローズ大丈夫か君たち。ジャングルか、もう完璧に野生化してる。モッコバラ、このこれなんだっけ、これラビーニア君。ラビーニア君も切ってやらんとな。ちょっと待っとってね。あと10分しかない。うわ、これモッコバラ、ポーチラカ、ほぼ野生化。ポーチラカ、結構降ったんですね。ああ、うちの玄関の花、もう一個の宴すごいしけてる。やばし。ああ、この子たちも切ってやらんと。花がら摘みですもんね、なでしこ。朝顔に、あ、忘れてた、コスモス植えんの。コスモスが仲良くか。もうダメやろか。いやー、やられてる。このブドウは来年はちょっとあげてあげないとね。ならんちゃ。ムクゲくん、ムクゲ東京持ってくかな。朝顔でいいか。うん、実がなっとるばい。そして我がイチジクくんは加工にほとんど食われたという。あった、これイチジクやろ。おお、虫が食いよるか。おうす、イチジク1個ゲット。あれ、こんだけいっぱいなってて1個ですか。皆さんが好きなんで。やっぱりカラスに食われとっぱい。一個やっか。君貴重な一個、しかもチビ。これ。こんだけなってて。裏の田んぼ。これも総選挙後だな。終わっちゃう。こら。ここにコスモス植えとこう。やっぱりね、総選挙の時はもう忙しいんでこうなっちゃいますよね。君たちあと1ヶ月弱だけど耐えてくれ。おいはここに夜余裕さえなかばい。今日の応援団、猫おらんですね。
バラね、ずいぶん君たちも夏耐えた。2つ犠牲者が出た。夏越し切らんやった。やっぱりね、こうアスファルトの上に置いてるからでしょうね。でもこんだけの中で2つ、まあ厳密に言うと1つ枯れたんですよね。ということで、おお、このレッドスターは強いわ。レッドスター君は強い。わあ、あれどうやって剪定するよ。届かんちゃ。よし、じゃあ皆さん、良い一日を。八幡様にお参りして東京行きます。ちょっとビワは、ビワじゃない、イチジクはここ置いとこう。じゃあ最後は何がいいですかね。やっぱりドンファンやろうか。マリーゴールドね、足元を飾ってくれてます。ドンファン君、うん、ちょっと超えてるね。この子も超えてる。あ、この子で。じゃあドンファン君でごきげんよう。失礼します。